まさかみりほのハンドネームラーのコーナー行ってみたいと思います。本当おかげさまでね、もう大人気のコーナーになっております。本当ありがとうございます。もうリクエストもどしどし来ましてですね、もうね追いつけないけど、ゆっくり正月休みは取らせていただきました。まさかみでございます。まあ今年初日のね、ハンドネーム占いでやってるんですけどもね、はい、今回はね、視聴者さん、テラリウムさんでございます。お世話になっております。ということでね、テラリウムさんね、はい、ということでテラリウムでございますよね。もうアクアリウムのお仲間さんですよね。おそらく多分パーハプス。ここらへんいつも適当なんで、よく視聴者さんに怒られるんですよ。お前まさかみ、お前ちゃんと調べてからやれよ。お前横着してんじゃねえよ、お前。失礼じゃねえか。テラリウムとは何かね、調べろよっていう声が、まあ、あると思うんですけど、まあ、抑えて、これがまさがみスタイルなんで。あのね、皆さん知らないと思うんですけど、もうね、スローライフを送ってるにもかかわらず、結構ね、あれやこれや忙しいんですよ。でも YouTube はやめられない。だからこういう結果になってね。ほんと、あれですね。嫌な思いをした人はごめんなさいということで。特にね、テイワさん、ラワニー、リーワニー、ウーワさん、ムーワでね、12画、グラシュー、挫折運、大凶数でございます。残念。大吉凶になってるわ。ごめんなさい。大凶数ね。残念。ね、これ中途挫折運って言いましてですね、物事が途中で終わってしまうという、とても不幸なね、お名前でございますということでございますよ。ほんと残念でございますね。はい、ということでね、これはもうね、解決方法もこれしかないね。どっとつけるお前またまさがみ、お前まさがみ、またお前ドットかよ。ドットでーす。ドットでーす。ね、まあ、これ十三角になるんでね。はい、まあ、これ人気運って言われるもんでね。人気があるとかね、任せられる期間があるとか言って、人気運って書きますけども、手はもう、もう正月風の毛からぐちゃぐちゃですみません。はい、興奮しております。はい。大奇数ということでね、非常にね、人も、ね、物も集まっていく、賑やかな数字になりますね。うん、まあね、西洋の方ではね、13はあんまり良くない数字とされてますけどもね、日本ではね、富。13。これは富と書いてね、これとてもいい数字でございます。はい、ダーンって感じですね。このようにですね、僕も私を見てほしいという方はね、連絡下のコメント欄にね、書いてください、見てくださいということでね、それでは皆さんごきげんよう。また会う日まで、会える時まで、まさかみりほでした。またね。